はい、それでは本日は一級建築施工管理技士の学科試験平成26年問い5 4番施工管理法工程計画について解説していきたいと思います問題は番組タイトルとしての説明欄に記載されてありますのでそちらからご覧ください工程計画及び工程表に関する技術として最も適当なものはどれか1工程計画の立案には代別して積み上げ方式確保順行型と割り付方式確保逆行型等が,があり 後期が制約されているる場合は割付方式を採用するこ,とが多いこの問題は正解です。この積み上げ方式というものと割付方式というものがあります。まずこの割付方式というものは今回出てくる問題なんですけども、後ろから組み立てていくものですね。そして積み上げ方式というのは前から順にということです。この積み上げ方式に関してはですね、 工,期の工事内容が複雑で、今まであまり工事をしたことのない実績の少ない工事に用いられます。なので、先行き不透明で、ちょっと分からないので、前から順番にやっていくというのが、この積み上げ方式になります。そして、この割付方式というものは、工期が指定されている場合、その制約の中で、竣工期日から各,各,種各工程、工種の工期を定めていく。まあ、後ろから、どん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 定めていくという流れになります。なので、このように後ろから組み立てていくのが、割付方式になります。今回の問題に関しては、 後期が制約されている場合と書いてあるので、この2番の,、えー、あ1番の割り割け方式が、えー、使われているのは正解とな,るなりますので、1番に関しては正解です。それでは2番。基本工程表は特定の部分や職種を取り,取り出し、それに関わる作業、順序関係、日程などを示したものである。この問題は間違えています。 この基本工程表というものは、総合的な大まかな工程表のことを言います。例えば施工手順であったり、あとは大体どれくらいの労務費なのか、資材、材料の納期は大体どの時期なのか、あとは施工図、日本図はどのようなものか、検査、立ち会い等の日程は大体いつかなど、大まかに物,物事を決めていく。これが基本工程表になります。そしてこの大まかな工程を決めた後に、月間工程表であったり、あとは週間工程表。 そして各種詳細の工程表に落とし込んでいくという流れになります。なので今回の問題に関しては、この特定の部分や職種を取り出して行うものではないので、この2番に関しては不正解となります。それでは3番。マイルストーンは工事の進捗を表す主要な日程上の区切りを示す指標であり、掘削開始日え、地下、区体完了日、屋上防水完了日等が用いられる。この問題は正解です。このマイルストーンという言葉なんですけども、中間目標という意味ですね。 まあ、マイル、ストーン、マイルというのは、まあ、距離の単位、そしてストーンというのは石ということですね。まあ、このまま直訳して暗記してしまうと、ちょっと、えー、分かりづらく、まあ、知識に定着しづらくなってしまうので、まあ、この経緯を説明すると、まあ、昔はですね、道路とか鉄道にい鉄道、えー、道路とか、あとは鉄道などにですね、石を置いて、まあ、中間地点がこことを決めていました。その距離を示すために使われていた言葉がこのマイルストーンという言葉です。 出発点から各距離のマイルごとに石を打刻して、まあ、現在の距離が分かるように設置していたことが由来として、このマイルストーンという言葉が使われるようになりました。この今回、施工管理に関しては、工程上重要な区切りとなる日、そして重要な作業の始点及び終点をマイルストーンとして表しております。例えば、山留め食い打ち開始日であったり、掘削開始日、そして掘削完了日、地殻体完了日鉄骨か、鉄骨立て方開始日、 えー、屋上防水完了日、受電日、外部足組、足場解体などが、えー、この使用工程として、えーまあ、定まってきますのでこちらを覚えていただければと思います。この3番に関しては正解です。それでは4番。作業の実,実施時期における工事を行う地域のローム調達状,態状況を考慮して、えー、山積み工程の山ならしを行い、ロームの平準化を図る。この問題は正解です。これは山積み山積崩し、山 山ならしの問題になりますこの山積みというものは工程表で毎日どれぐらいの人とか機械が、えー、あるか、えー、使うかをこのように表で表していくということですね。そしてこの山崩し、山ならしというものは、えー、山この山積み、山積まれたものを、まあ、平準化して作業の平滑化を図るという流れになります。まあ、このように工,工事においてまだ余裕があるので、えーまあ、工期において余裕があればです、ね、このように、えー、平滑化してまあ この段々を平滑化するという意味になっております。まあ、工程において余裕に数をうまく利用していくという流れになりますえ。今回の問題に関しては、この作業時期における工事を行う地域の労務え調達状況を考慮してと書いてあるので、まあ、こちらに関しては地域の事情を踏まえた上で、このようにうまく平準化することが、えー、この地域の労務、まあ、調達状況にもなるので、この4番に関しては正解という流れになります。以上のことから今回は2番が間違っているので、2番の答えとなります。